もうね、おうどんがね、ツヤツヤ。はい、こんにちは、ポテリンコです。今日は鹿児島県姶良市にある寿司うどん工房中津野さんにお邪魔してます。もうね、手打ちのうどんでね、もう美味しそう。おすすめのね、天ぷらざるうどんセットと、店長おすすめのね、マグロ盛りすぎ丼食べたいと思います。とっても楽しみ。すごくね、素敵なね、お店になってます。もうね、自宅開放のね、お店になってるので、すごいね、ほっこりしてます。もうね、素敵。とってもね、素敵。握りとかもね、食べれるので、ちょっと食べたいなと思います。楽しみです。はい、到着しました。もうね、おうどんがね、ツヤツヤ。天ぷらざるうどん。天ぷらのおつゆもね、あったかくって、ざるうどんは冷たくってね、ざるはね、二段に。美味しそう。生麺のね、おうどんなので、注文してから茹でてくれてるのでね、茹で時間はね、20分ぐらいかかるけど、本当にね、ツヤツヤでね、もちもちで美味しそう。で、これがね、生マグロのね、盛りすぎ丼。これもね、美味しそう。もう早速食べよう。いただきます。でもどっちから食べようか迷うな。やっぱりうどんを食べよう。爪楊枝気をつけください。生姜とネギとごまも入れて。楽しみやな。うわあ。またいっぱい取っちゃった。美味しそう。おおとっとっとっとちょっと大変。あ、一本だけ入らんかった。どうしよう。この人後からにしよう。うん、うん、すっごいコシ、おいしい。美味しい。もうね、コシが本当に強い。噛み応えのあるコシって言ったらいいんかな。うん、いや、これ好き。美味しい。うん、おつゆもね、ちょっと甘めでね、美味しい。おつゆも本当に美味しい。食べ上げてしまいそう。あったかい天ぷらも食べよう。あったかいうちに。美味しそう。ナス、うん、とろとろナス。すごいね、この天つゆもね、おいしい。おつゆ、天つゆもこのざるうどんのつゆもそうやけど、すごいね、愛情をね、感じるね、味がする。おいしい。なんかちゃんと伝えきれてないけど、おいしい。うん、おいしい。やばい、このつゆ最高。うどんも最高やけど、うどんのこのね、強いコシに負けてない、このおいしいつゆ。優しいね、甘さのつゆ最高。うん、おいしい。ちょっとこの天ぷらを食べてから
生マグロのね丼食べようかな。もうエビも超太い、うん、すっごいしっとりしてプリプリ、衣はサクサクやけど美味しい、ね、ザルうどんをね、冷たいうどんを頼んだのでお吸い物をね、つけていただきました。お吸い物、あー、うん、このシンプルなね、お吸い物も美味しい、はあ、美味しい。このお醤油は鹿児島の醤油かもしれんな。ちょっとね、かけて食べよう。ね、ね、このマグロ、生マグロ食べてみよう。うん、わさびが効いちゃった、美味しい。やっぱりね、鹿児島の甘めの醤油や。ご飯もね、しっかりずっしり入ってる。下のね、ご飯は寿司飯、ね、美味しい。マグロがね、甘い、すっごいね、しっとりしとって美味しい。きゅうりのね、飾り包丁すごいね、細かい、見えるかな、おいしい。お寿司屋さんの卵って絶対においしい、うん、甘めの卵。マグロの下にね、卵のね、錦糸卵乗っとった、うん、どうしよう。これはもしかしてさつま揚げなような気がするんやけど、これ初めてね、さつま揚げの天ぷら食べた。うどんがもう最後だ、まだ食べたい。ちょっと出汁が美味しい。美味しい。ザルうどんはね、大盛りにしとけばよかった。なかなかね、生のマグロは食べれんけん、ほんとに幸せ。ぶつ切りのマグロとね、お刺身をこう食べるね、マグロと納豆ったけん、食べ応えがね、すごいや。美味しかった。追加でね、梅じそうどん、おすすめの握りの高エビの握り2貫頼みました。楽しみです。
梅じそうどんと高エビのね握りが来ました。最後はねやっぱりこう締めにねさっぱりね梅干しで食べて締めたいと思います。またねこのうどんのコシがあったかいのとね冷たいのでどう違うかなと思ってちょっとそこも楽しみたいなと。お醤油ちょっとエビのお寿司が気になるけんちょっとこのエビのお寿司をね先に食べます。すごいねプリプリ、ちょっともうお醤油つけちゃったけど、ねっとりねしとって甘い、また甘エビとは違うねこうエビの食感、本当にねねっとり甘い。だしもね無添加のスープらしいけど、あー美味しい。この高エビはね鹿児島では別名薩摩甘エビって呼ばれとるらしくって、やっぱり甘エビなんやな。こういうね鹿児島ならではのエビが食べれるので、ぜひぜひ鹿児島来て食べてください。美味しい。いやもうほんと出汁がいい、優しい出汁汁に梅干しのねこうちょっと酸っぱみがこう風味が広がって、またそれもさっぱりして美味しい。お出汁はね7時間かけて京風のねお出汁に仕上げてるそうです。でも本当にね美味しいよ。いやーこれは本当食べに来てもらいたい。もうね美味しい。このうどんもすごいね、ちょっと麺の太い麺もうどん麺もあったりして、ちょっとなんかお得感がある。コシはやっぱりねざるうどんに比べたらね優しめなコシに変わる感じがする。もちもちが強くなる感じ、あったかいと。本当にねこのね出汁が美味しい。本当だしを味わうっていう感じ。本当だしを味わえる。いや本当にこんなにだしが美味しいんかっていうぐらい美味しい。最高。ちょっと梅干しとちょっとこうやってちょっと食べてみたかった。うん。わあすっごいさっぱり。もうね本当にねフルーティーな梅干し。美味しい。口の中がねさっぱりする。この本当にこのスープが最高。美味しい。ちょっと青じそとうどんを食べてみよう。これでもざるうどんとあったかいおうどん食べ比べてもらいたいな。本当にねコシの強さがね全然違ってくるけんすごい楽しいと思う。でまたこのねだしもね違ってもらえて、あのざるうどんのつゆとねまた違ったね優しさがある。本当に美味しい。じゃあこのね梅干しをね全体に溶かしていこう。こう自然とこう口が開いてしまうのはなんでやろうな。先スープ飲めばよかったから、まあいいか先に食べよう。ちょっとこう梅肉がこううどんについちゃうところも可愛いわ。うん。すごいね、やっぱりさっぱりする、美味しい。だしはね、
飲んでもらいたい。スープ美味しい。本当にね、甘さが濃いね、エビ。お店のね、ここにもね、書いてあるよりね、もう無添加やけん、飲み干してね、安心して飲み干してくださいっていうことやけん、がっつり飲み干していきたいと思います。いやでもね、飲み干したくない。美味しかった。ごちそうさまでした。本当にね、天ぷらざるうどんもね、美味しかったしね、マグロの盛りすぎ丼もね、食べ応えがあって、このね、鹿児島ならではの高エビの握りも美味しかったし、最後にね、食べたこの梅しそうどん、とってもね、美味しいね、お出汁でした。うどんのね、コシもね、もう本当冷たいのとね、あったかいのでね、違うので、ぜひぜひね、食べ比べてみてほしいなと思います。とってもね、美味しかったです。楽しく見てもらえたら、グッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter、Instagram の方もやってます。ぜひぜひ覗いてみてください。以上、ポテリンコでした。バイバイ。美味しかったよ。バイバイ。すごいね、こっち来てくれた。